コラボへようこそ。ウエストのくびれを手に入れるクリスクロスにチャレンジしていきます。それではスタート。皆さんこんにちは。なんとクリスクロスに大挑戦。クリスクロスで自分の背骨を動かす時間がやってまいりましたので、よろしくお願いいたします。楽しんでやりましょう。それではレッツスタート。ではいつものようにニュートラルポジションにしますから、仙骨からゆっくりとロールダウンしてきて、左右の腰骨、恥骨、三角形のトライアングル平行にして、鎖骨を広げて、肩甲骨を下ろして、下げて、肋骨も下げて、腰が浮かないように注意して、一呼吸入れて、足の親指、かかとの内側ちゃんと感じてくださいね。ふー、ではそこからゆっくりと右足、左足、テーブルトップポジション、内もも内転筋群感じましょう。ではそこからゆっくりと両手がつっと組んで、肋骨から肘と奥伸ばして、でも下の肋骨は骨盤の方に下ろして、長い胴体でこの肋骨の動きで頭上げていきますよ。吐いて、うわー、そこから左足を前に伸ばして、膝の後ろにしっかりとお花咲かせてください。そこから肋骨でねじります。右肘しっかり広げましょう。チェンジ、1 2 3 4 5 6 7 8、一度お休みしてください。なかなか難しかったでしょ。なので今日は完成形で一度へこたれた自分を立て直す、分解してやっていきます。まずはニュートラルポジションチェック、肋骨の動きをしっかり意識する。そこからゆっくり頭を上げてくる。骨盤安定させておいてください。揺れません骨盤が。そこから右肘と左肘のこの幅が変わらないように注意しながら、肋骨を動かします。戻して、反対も肋骨を動かす。戻して、肋骨。どうですか？大変でしょ。結構感覚としてはどういう感じかっていうとね、こうだよね、こうだから、これで一回チャレンジしてみましょう。みんなで場所としては、ちゃんとボールを挟みましょうか、この間に。でしっかりと均等にして座骨広げて、ここからだから行かなきゃいけないから、この自分の幅の中で動かしてください。体幅の中で。で一回広げたら、ちょっと天井を見るようにして肋骨広げます。でそこから縮まないでね、丸くお腹のぞっ込むようにカールしてきます。そこから右左、8、7、6、5、4、3、2、1。ここ、腹斜筋とか感じられたら大成功。これでも結構十分ね、大変なので、シニアクラスの方なんかは今みたいな腹筋やってクリスクロス楽しんでください。それでは挑戦していきましょう。使って、まずはロールダウン、そこからニュートラルポジション、広げて広げて、伸ばして伸ばして、両手がすっと組む、両端はテーブルトップポジション。吐きながら胸を下げる、首引っこ抜いてくる。左足伸ばしてクロス、1 2 3 4 5 6、終わりましたら、ゆっくり横でちょっと深呼吸。頑張ってきたね。よいしょ。腹筋は自分で頑張るしかつく方法はありません。お金で買えないのが腹筋なんです。ぜひ頑張ってください。それではまた次回の動画で。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。